視聴者の皆様、こんにちは。一本目は気合が足りない、就活してもお祈りメールしか来ないの、と嘆くイッチのお話です。それでは早速ご覧ください。どなたか話を聞いてください。本当にお祈りメールしか来ないんです。何？就活の話？もう遠い昔の話だと思うけど、参考になるかなぁ。俺も今ではもう面接する側になってるからなぁ。就活は嫌だね、まったく。昔本当に嫌な気持ちになったぜ。皆さんもやっぱりそうだったんですよね。私ももうこの10月少し前あたりから就活を始めてるんですよ。みんなまだやらないうちなんですけどもね。就活ってことは、イッチは大学生なのか？そうです。大学へ通っています。通いながらの就活はなかなか大変だよなぁ。昔もそうだったけど、今はエントリーシートとかもいろいろあって、俺の頃よりずっとめんどくさくなってるよなぁ。私の頃にはもうそういう仕組みになっていたけどね。でも結局は就職しても結婚するまでだったし、地元の企業だったから難しくはなかったわね。地元企業なんて嫌ですよ。っていうことは、イッチは都内とかそっちへ行きたい人なの？大企業とか。そうです、大企業でバリバリ仕事するキャリアウーマンが夢なんです。そういう感じなんだ。それじゃあ大学でやっていることを活かした方面で探さなくちゃダメじゃねえか。私は文系ですから、まずそういったことは無理だと思います。理系だったら割と直接関係あることが多いけど、文系はその辺曖昧なんだよな。イッチはどういうことやってるんだ？実際の就職活動って。ともかく求人が出ている企業の方へいろいろ働きかけをしてるわけです。あと、学生会へ行って OBOG を紹介してもらうとか、情報誌にそう載ってましたし。まあそういうことをするのは当たり前だろうけどな。だけど本当に帰ってくるものといえばお祈りメールばっかりなんです。エントリーシートや履歴書に書いてる内容がまずいんじゃないのか？そんなことはありませんよ。ちゃんと就職情報誌とか、学校に置いてある履歴書の書き方サンプルとかいろいろ見たり読んだり、会社案内とかも読んで、面接に行く時の準備としてのスーツとかも揃えているんですよ。なのにそのスーツすら出す機会すらないんです。つまりは書類選考の段階で全部落っこちているというわけか。そうです。どうして私を採用してくれないのかわからないので、友達にも聞いてみるんですが、何かみんな曖昧に笑って、変にヘラヘラしてそこに就職するつもりって私をバカにした感じなんですよ。バカにするってのは良くないよな。でもイッチがあまりにも合っていない会社ばかり目指すからじゃないのか？そんなことないですよ。私は結構自分が努力家であると信じているんです。信じているということと、実際に努力してその成果が出るかはまた話が別だしな。そもそもイッチはどうして大企業に入りたいんだ？それはもちろんお金が稼げるからです。学生がそれを言うかね。まあ不況だしな。けどちょっと理由としては若々しくねえよな。それに稼ぎたいとか野望があるなら、いっそ起業するとかそっちかなと思うけどよ。ちょっと言い忘れましたが、私の年は40です。40歳だって？ちょっと待って、イッチ大学生だって言ってなかったか？大学に通ってますよ。本当に私、実は18歳の時に出来婚しちゃったんです。それで入ったばかりの大学を辞める羽目になって、それからずっと専業主婦をしてきたんです。マジかよ。その時できた息子が就職活動をしだしたあたりで、自分ももう一度大学に入りたいなーって思ったんですよね。だって息子も楽しそうに大学に通うし、話してくれるキャンパスライフも随分キラキラしているし、もう一度行きたくなっても仕方ないでしょう。それでイッチは入学したってわけか。通うことができましたよ。だから自分は努力ができる方だと思うんですよ。それは確かに努力はできるかもしれないな。いやいや、努力はある程度するかもしれんが、一般入試と社会人入試はちょっと違うぞ。それに大体40歳の専業主婦をわざわざ新入社員として採用すると思うのか？でも募集要項に年齢は書いてなかったですよ。私の応募したところは新卒募集と書いてあっただけで、
いやそれはもう前提として新卒っていうのは、まあ浪人か留年を1、2年したとしても、それでも20代前半までという前提だろ。さすがに40のおばさんが応募してくるとはどこも思わんよな。だよな、一致は履歴書にちゃんと年齢も書いているのか？どうしてですか？書いてます。当たり前でしょう？嘘を書いていけない、とありましたよ。確かにそれはそうだ、嘘は困る。まあ話を盛ることはあるかもしれないし、言葉を変えて書くことはあるが、嘘はいかん。だけど、嘘でないから余計にお前は採用されないってことがよくわかってないようだな。どうしてそういうことを言うんですか？私のように30代の終わりからもう一度勉強し直して大学に入って、家事もしながら通う努力する人材をどうして採用しようとしないんですか？努力はしているのかもしれないけどな、大学でお前一体何を学んでるんだよ。文系なんだよな。専攻は何なんだ？専攻は日本文学です。もともと本を読むのは大好きでしたし、ブログとかに文章は書いてたんですよね。あ、もしかして試験が小論文と面接ってやつか。なるほどそういう努力な。はいはい、多分数学とかの理系の科目は全然やってないと見た。共通テストもやってないだろう？そうですね、社会人入試では特に必要ではなかったです。あと、外国語もやらなくてよかったです。運よくわかった。受験の面倒なところを思いっきり省略した入試ってやつだな。まあ普通の高校生とかでも推薦とかだとレポートとか小論文と面接だけで受かるところもあることはあるがな。社会人入試っていうのはもうちょっと甘い部分もあるんだよな。だいたいその先を求めるわけではないし。ちなみにお前、大学の勉強の方はついていけたのか？それなりにやってきていますよ。友達とかいるのか？いますよ。同じ講義を取っている女の子たちとか、娘みたいで可愛いじゃないですか。おう。けどちょっと不思議な。全く年が離れている学生ってのは、努力した社会人と思われて大学では一目置かれることがあるんだよ。まああと、そもそも年が違いすぎてないっちはそう思ってないかもしれないけども同等の友達とは思われてないぞ。そんなことないですよ。いつも一緒に学食でランチとか食べてますよ。そこで私、みんなの話題にちゃんとついていってますから、どんな話をしてるんだよ。だから芸能人とか、ゴアメイクとかそういったことですかね。メイクの話まあ、40ともなれば、スキンケアとかなら結構話聞く価値があるかもねー。それはありますよ、私はずっとそこに手をかけてきたんですから。皮肉もわかんねえのかよ。若い子はお前と同等の話をしてるんじゃないんだって。付き合ってやってるんだぞ。違いますよ。じゃあなんだ、これっていう趣味の話とかあるのか？趣味の話ですか？オタクみたいなそういうのはないです。むしろ私、そういうの嫌いですからそれっぽい人たちはなるべく避けてます。やれやれ。これが趣味の話だったら、年長者っていうのは若い連中よりも知識がある場合も多いから、敬意を持たれることがあるけどよ。お前の場合は、単に世間話するだけで友達って言ってるだけじゃないか？だよな、それはクラスメイトとしてであって、一致が友達って言ってるのは多分それだな。そう言い切れるんですか？あんなフレンドリーな人たち、昔の高校やちょっとの期間の大学にもいませんでしたよ。だからそれは距離を置いてるって言うんだよ。実際俺の大学にも、定年退職後に入り直したって人もいたぞ。まあそれは大学院だったけどな。そうそう、そっちには結構いるんだよな。けどやっぱり若い連中と同等の話はまずできないんだよな。むしろそういう人たちっていうのは、本当に頭良い連中だったら、教授や教官の方と楽しく話したりしてるんだよ。年もそう変わらないしな。でも一致は違うでしょ？だろうな。教授の方には全然近寄ってはいないんじゃないか？だって教授は教授ですよ。先生ですよ。慣れ慣れしく友達のように話しかけてどんな話ができるって言うんですか？いやできるんだよちゃんと。学生だって優秀な奴は教官だの教授だのと同等の話で盛り上がったりできるんだ。それだけの知識欲があるならな。でも一致はそれと違うだろ？単に大学生になりたかった系じゃないか？
そう思って何が悪いんですか？悪くないさ。一度失ってしまった大学生時代を味わいたいって気持ちはわかる。けどお前は普通の大学生とは違うだろ？将来のことまで期待されていない類の、その場にいるだけのやつだろ？知識欲がものすごくあって、ちゃんとその学問を学び直したいって言うんだったら、それは尊敬できるけどよ。そうでなくてただ単にキャンパスライフをもう一度って言うんだったら、それはもうついていくのがせいぜいだろう？授業だってちゃんとわかるのか？それはなんとかしてますよ。例えば試験とか、ちゃんとできてるのか？ああ、私それは授業によって取るものと取らないものがありますし、私は試験のあるものは取ってませんから。全部レポートのものだけ選びましたよ。もしかして、って、4年間ずっといるとかではない？高校生とかの短期間のやつじゃねえのか？あ、そっか。さっきから計算が合わないと思ったら、それなら何か合点がいくわよね。計算？一致は18歳で結婚して多分19歳で息子さんができたんでしょ？その息子さんが就職話をした頃に、っていうなら、確かに1年かそこらじゃないかと。ああ、それなら何かわかる。試験もそう難しくもないだろうしな。それじゃいけないんですか？そや、キャンパスライフを送るにはちょうどいいだろうな。あ、別に高校生をバカにするわけじゃねえぞ。ただ言ってはその大学へ通って、大学生に混じって、学食に行ったり生協で買い物したり、サークルを眺めたりとかだろ？雰囲気を味わいたいだけのやつが高校生をやっているんだったら、そりゃもう、この先特に何にも役に立たないことばっかりじゃねえのか？特に日本文学って言ったらな。言っちゃなんだけど、就職には使えねえやつだぜ。こればっかりは私も思うわよ。だって実際文系なんて言っちゃなんだけども、どの学部であっても会社では何も活かせるものがなかったもの。一致とそう変わらない私の頃は、地方のせいかもだけど、短大卒の私より、商業だかや専門で資格取ってから入ってきた子の方がよっぽど即戦力になってたもの。自分の専攻してる関係になんてまるで入ることなんてできなかったし、それでよかったんですか？それって自分の価値を低く見てるんじゃないですか？だって一致だってそうじゃないの？お金稼ぎたいからでしょ？だったら自分の専攻とか考えずに就職活動してるってわけじゃない。でも大企業でそんな甘い考えは現役でも無理よ。無理ってことないはずですよ。少なくとも私の経歴を見れば、私が努力家ってことはわかるはずですし。じゃあその努力家さんは、学校で何もやってきたって言うんだよ。その他の連中よりも短い時間でもめっちゃ濃く勉強して、それこそ院生にもなってないのに論文を書いて発表会に出たりとかしてるのかって話だよ。そんなことしてませんよ。なんで院生でもないのに、そんなことしなくちゃいけないんですか？それ以前に私はまず授業の方だけで大変なんですから。だから所詮その程度だろう。お前は、授業に出るか、出ないかもしれないよな。キャンパスには行きますよ。授業は時々休みますけど、そんで行った時にだけ講義を聞いて、毎回毎回それに対応していくのに精一杯っていうのがお前なんだろう。そのレベルのやつが40歳で新たに就職しようなんて無理な話を、どうやって考えつくんだ？だってそこは年の功っていうのがあるじゃないですか。あのなぁ、20代前半のやつはその先が長く長くあるんだよ。例えば65歳定年とすれば、その場合の先は40年以上あるんだ。けどお前は今40だろう？あと残り何年だよ。新人として40歳ちょいが入って、その先20年ずっといるのか？だから、これからキャリアを積みたいんですよ。若い時には育児で時間を取られてしまったんですから。もちろん40からのキャリアっていうのもあるさ。あることはあるけども、本当にそれをしたいやつっていうのは、そこそこ能力のあるやつなんだよ。じゃあ私に能力がないって言うんですか？少なくとも何をしたくて大学に入ったのか、ちゃんと決めてないやつに能力があるとは思いたくないな。いやですね、こうやって頭からバカにするんですか？それに一つ聞きたいんだかな。何ですか？一致は専業主婦なんだろう？それで地元の企業は嫌ときた。ええ、それがどうしましたか？どうしてだ？
地元にだって企業はそこそこあるだろう。よっぽどの僻地じゃないんだろう。家から大学に通えるなら。地方都市ってやつですよ。だから確かに学生のところには地元企業からの求人案内も出ています。でもどこも見る目がないんですよ。私のことは全部最初から門前払い。地元は私を必要としていないんです。でも最近、お祈りメールが来れば来るほど思い始めたんですよね。こんな地方の企業だからこそ、私に合ってないんだと。どういうことだよ。だから私は、地元からお祈りメールが来るたびに、そうかもっと上の方を目指さなくちゃいけないって考えるようになったんですよ。なんでそうなるんだよ。さっきからお前、こっちの言ってることが通じてるのか？通じるも何も、そっちはただもうひたすら私にとって不愉快なことばかり言ってるじゃないですか。確かにあなた方が言うように、私が40歳だから嫌だっていう企業があるのかもしれません。でも中には、40歳だから採用してくれるところだってあるかもしれないじゃないですか。そんなもう、万に一つどころか億に一つの。ああもういいです。ここでレスバやってても何にもなりません。ああそうだ、ちょっと息子にでも聞いてみます。息子さんに？まあ確かに就職活動の先輩ではあるんでしょうけど、こうして報告者は一旦スレを離れました。さて、それから12日後。大変です。離婚の危機になりました。いや、おい大学の聴講生やってるエッチだよな。なんで突然そういう話になるんだ？この間、私は息子に相談するって最後に書いたじゃないですか。ああ、そんなこともあったな。息子は旦那に告げ口したんです。私が学生のする就職活動をやっているって。旦那は知らなかったのか？イッチが就職しようとしていたことは。私はノートのまとめとか履歴書はダイニングキッチンのテーブルで書いてたので、旦那もその姿は見ていました。ただ、パートかバイトがなかなか受からなくてうんうんうなっていると思っていたらしいんです。でも息子から、私が地元でなくて、都内の大企業を受けようとしてることがバレてしまったんですよ。もうそれで、何をやってるんだって頭ごなしに怒鳴りつけてきたんですよ。でもそれって、ものすごく腹立つじゃないですか。私にだってそのくらいする権利はあると思いますよ。いや、だって前にもあったけど、専業主婦が就職して自分の家を離れて都内へ行って働こうとか思ってるって、それって家庭を捨てようとしてるってことだろ。だからその時には単身赴任ですよ。私は都内へ行って、華やかなキャリアウーマンの生活をしたいんです。まあその気持ちはわからないでもないわよ。最初の大学を中退したからこそ、憧れたんでしょ。でもそれは憧れに過ぎないんだよな。しかももう、キャリアウーマンになりたいなんて曖昧でぼんやりしたイメージで働こうっていうには年食いすぎてるって話だけどな。そうそう。私30代の後半だけど、さすがにもうそんな夢は見れもしないし、見たくもないわよ。だいたい18から専業主婦ってことは、今まで働いたことはないんでしょう？そうです。旦那が結構稼ぎが良かったんですよ。ちょっと待って、20歳前で結婚して、旦那の稼ぎが良かったってことは、旦那とどれだけ年が違うんだ？当時の旦那は30代半ばでしたね。年の差婚かっていうか、犯罪ギリぐらいじゃねえ。ああ、だからこそあっさり結婚してくれて、専業主婦もさせてくれたんだ。それだけの収入があって、しかも大学まで行かせてくれたんだな。そうそう、お金出したのは全部旦那だよね。二人目の大学生なんて金がかかって仕方がないでしょうに。息子さんだったら、それはもう将来のためだけど、一気のそれって完全にお遊びか趣味よね。ああそうそう、道楽の類。いけないって言うんですか？もちろんちゃんと学問のために行く人はいいわよ。それはそれで、道楽は道楽でも真面目な道楽だからね。でも一気のしたかったことって、大学生をやるってことと、キャンパスライフを楽しみたいでしょ？就職活動だってそれもごっこ遊びのようなものよ。ごっこ遊びなんて言わないでくださいよ。私はすごく真面目にエントリーシートも履歴書も書いていたんですよ。おかげでどれだけ肩が凝ったことか。なのにいつもお祈りメールばかり。
同じような文面が毎回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 来れば、結構気持ちはへこみますよ。それでもそれに耐えて毎度出していたんですよ。だってそれなぁ、そもそもどうして落ちるかってことが全く分かってないのに受かるわけないだろうが。年齢とか年齢とか年齢とか。年齢ばっかり強調しないでください。だって40歳なら40歳なりの就職の方法があるっていうのに、何だって大学生に混じって就職しようなんて思ってしまったんだよ。だって大学に通っている学生なんですし、それに今まで職歴とか何もないんですから、それはもう新卒と一緒でしょう？企業の求める新卒ってのは若いやつなんだよ。ちゃんとキビキビ動ける若い体を持った連中なの。40のおばさんがそれに耐えられると思うのか？あなた方はママ友達とのメンタルを削る攻防戦を知らないから、そんなこと言えるんですよ。まあ確かにそういうのはあるけどよ。それでもきちんと外で働いたことがない奴がその年で新卒っていうのは完全に無理があるのに、それでも働きたかったのか？いや絶対一致の場合は働きたいんじゃなくて、キャリアウーマンの格好をして都内を歩きたいだけだろうな。うん、私もそう思うわね。続けますよ。相談した時のことです。まず息子が超思いっきり呆れてきたんですよ。何やってるんだ母さん、って。それで旦那も、こんなバカなこと言い出すんだったら大学に通わせるのを許可するんじゃなかった。費用も出すんじゃなかった。今年いっぱいはともかく、来年はなしだ。と言い出したんですよね。そりゃ当たり前だ。多分旦那は、一致を妊娠させて、大学を中退させて家庭に押し込んでしまったのをちょっと不憫に思ってたんだろう。だから大学生活を送らせてやろうと思ったんじゃねえのか？なのにまるで自分が若い連中に混じって新卒のつもりで就職活動して、その上家庭を離れてどっかに行こうなんて考えていると来たら、金出す方としたらバカバカしくなるだろうな。そや旦那だって離婚したくなるだろうな。じゃあ何ですか？だって旦那の方が単身赴任だったら何も問題ないのに、どうして私だったら問題があるんですか？やることが全く違うだろう。それに一致が万が一、奥に採用されたとする。ひどい言い草ですね。だってまず受かるわけねえしな。まあ40歳で大学を出て受かるとしたら、もうそれは専門職だよ。少なくとも半分遊びで通ってる奴が受かるわけはない。真面目な話、専門職の院生だって、文系じゃ仕事がねえっていうのが普通なんだ。専門職の研究を続けたいけど、生活があるから仕事しなくちゃならない連中は、本当にまとまった仕事が少ないからな。ポスドク問題ってお前知ってるか？関係ないですよ。大学院なんて行く気はないですし。だからそこまで就職が厳しくなってるのによ。でも普通の就職自体は少子化で人が足りなくて、昔よりは入りやすくなってるはずなんですよ。氷河期時代とは違うんです。だからそれを20年前にやっとけよって話なんだよな。そこで結婚してしまったんだったら、もうそこで同じ夢を見ること自体が難しすぎるって言うんだよ。本当にみんな、旦那と同じことばかり言うんですね。今さら見果てぬ夢を見るな。って言われましたよ。まったくもう、年寄りはそういう言い方しかできないんですよね。まあせめて地元の企業のパートか、まあ正社員でもいいさ、ハロは行けよ。だけど都内は無理、絶対。お前にそれだけのスキルがないんだから無理。何の職歴も資格もないだろ。外国語の試験がなくてよかったって言ってたよな。つまり英検とかも受けてないよな。資格もなくて企業に対して売り込むつもりか？それは、私にしかないことだってあるはずなんです。旦那にだってそう言い返したんですよ。それじゃ旦那はどう返してきたんだよ。そういうバカなことを繰り返すんだったら、もういい加減俺はお前の面倒を見きれない。地元で働くとか専業主婦ならいい。けど都内で就職しようって夢を捨てられないなら離婚だ。って言われました。じゃあ止めとくのが一番いいじゃないの。ちゃんと一致がしたかったキャンパスライフだって遅れたし、それ以上のことをわざわざどうして求めるの？だって好きなだけお金を稼げるじゃないですか。私のお小遣いは少ないんですよ。専業主婦は、結局それなの？バカバカしいだったら、普
通にパート出なさいよ。扶養に引っかからない程度に、今まで大学へ通ってた分の時間をパートに使えばいいだけの話じゃない。それでいたお金で遊べばいいじゃないの。もう子育ても終わったんだし、ああもう、バカバカしくてしょうがないわ。そうやって皆さんは私をとことんバカにするんですね。いいですよ、なんとかして旦那を説得してみます。まだする気だったのかよ。こうして報告者はまだ戦うつもりでスレを去ったようです。さて今回の報告者は離婚せずに都内に就職という夢を果たすことができるのでしょうか？そしてまたそこで働くことなどできるのでしょうか？コメント欄によろしくお願いします。2本目は農業のためにそうめんを食べたらなぜか激怒されました。と嘆く一致のお話。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。そうめんを一人で食べただけで夫に怒られた。と嘆いている一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。残暑厳しいより今晩は。そうめんそれは罪なもの。やはりこの暑さが人をダメにしてしまうのか。え、何？引く？なんなんだ一体いきなり。あ、誰か来てくれましたね。ちょっと私の悲惨な出来事を聞いてくださいよ。そうめんを食べただけで夫に怒られたんです。え？おいこのエッチの言ってることわかるか？わかりません。そうですよね。きっと私のこの思いなんてそうそうわかりませんよね。え、何拗ねてる？拗ねたくもなりますよ。原因がそうめんですよ。だからちょっと誰かに聞いてほしいんです。あ、はいはい。聞いてやるよ。ちょうど今暇だし。ありがとうございます。まず問題は、今日暑かったことなんですよ。あ、今日も暑かったね。なんだろうね、この暑さ。もう9月も半ばだろ？そうなんです。もうお彼岸なのにまだ暑いじゃないですか。確かに地球温暖化とは言われてますがこれはどうですかね。いや、そこまで言われても。ともかくなんでそうめんなの？なんかなかなか話が始まらないな。早く話してくれないと帰るよ。まあまあ、ともかくエッチのスペックからよろしく。スペックって言うと、何を書けばいいんですか？こういう書き出しなのに、そういうこと知らないって珍しいな。エッチの年齢性別職業と、その怒られた経緯かな。ああ、そういうことですね。いえ、最近演劇にもハマっていまして。推しの舞台のせいですね。推しと聞いて。何か変なのも来たぞ。放っとけ。とにかくエッチのスペックはよ。はい。私は32歳の専業主婦で、2歳の子供がいます。夫は自動車メーカーの社員で、交代制勤務です。ああ、それだと結構給料いいよね。はい。ただ出勤時間がバラバラなんで、夫は私に専業主婦を希望したんです。帰ってきた時に、いつもちゃんと食事を用意しておいてほしいって。ああ、それはわかるな。交代勤務って長時間縛られるからかなり疲れるんだよ。そういえば近所のママ友もそういうこと言ってたな。おかげで睡眠不足だって。一気はそういうことないの？私はちゃんとお昼寝してますから。でも今日はそうでなくても暑くて暑くて、ダラダラしてたい気分でした。一気冷房ついていないの？そんなことないよね。ついてますよ。なかったら最近の夏は耐えられませんって。だからお昼何にしようかなと思った時、何かもう、買い出しに出る気にもならなくて、キッチンを漁ったら、そうめんがあったんですよ。ああもうこれでいいやと思って、さっくり茹でて、氷張って、つるつる食べたんですよ。おいおい、そういうこと言うと食べたくなるじゃないか。ところがそうしているうちに夫が帰ってきて、私に向かって怒ってきたんです。いや、私そうめん食べてただけですよ。なんでそうなるんですか？それは確かに妙だな。もう少し状況を詳しく。ねえねえ、そうめんって買い置きするもの？うちなんかは、子供3人いるから、1回に結構たくさん茹でるし、食べようって思った日に買い出しに行くけど。うわ、それすごいですね。でもうちはこの夏箱買いしてたんですよ。箱買いだと？高級品は箱に入ってるけど、わざわざ言うってことは違うよね。はい。ごくごく普通にスーパーで安く売ってるやつを段ボールにいっぱい。というのも、今年の6月くらいですか。アイドルの A 君っていますよね。あ、それがエッチの推し？舞台に出てたっていう。そうなんですよ。彼がテレビに出ていてですね。今何にハマっているか、って質問にそうめんって答えたんです。まさかそれだけで？いや、それはまあ、いいけど。で、それがバラエティ番組だったんですけど、そこで今ハマっているそうめんのアレンジを紹介してくれたんです。またそれが美味しそうで、そのせいで、実際今年はそうめん推しのファンも増えて、ファン同士でレシピ公開し合ったんですよ。そうめんってすぐに用意できて、その上何を足すか、だけでものすごくバリエーションがあることが分かってこの夏の収穫でしたよ。わかる。それは推しも気のあるあるだわ。私も推しの好きなものとか、聖地巡りとかするもの、同じものを好きになりたいって気持ちわかる。聖地巡りってそれ、ジャンル違いませんか？推しを持つ者は皆同士よ。話がそれてるそれてる。でもそれだけじゃなんで怒られたかわからないよ。
イッチ、もう少し経過を詳しく。経過ですか、そうですね。今日はまず夫が午後の1時には帰るって聞いてて、だから昼食の用意もしなくちゃならなかったんです。さっきも言ってたね。帰りが昼過ぎだって。はい。だからその用意のために買い出しに行かなくちゃいけなかったんですが、今日、ともかく暑かったじゃないですか。暑かったねー。確か都心でも猛暑って言ってたよな。36度?いつになったら涼しくなるんだか。9月と思えないわよね。暑さ寒さも彼岸までって言うけどな。もういい加減お彼岸だろ。そうなんです。何かもう、外に一歩出ようとドアを開けた瞬間、どっと熱波が押し寄せる感じで、溶けるかと思って思わずドア閉めましたよ。そこで閉めるんかい。閉めますよ。あんな中買い出しに出たら、こっちの命の保証ができませんって。せめて夕方少しでも涼しくなってからの方がいいですよね。買い出しって、いっそ夜って手もありますよね。お惣菜とかも、その時の方が安いし。そりゃあ、別に買い出しに行かなくても材料が揃っていればいいけどさ。いっちその時何かあったの?何か買い置きなかったの?せめて卵だの野菜だの、ちょっとずつでもいいから。漬物とかの常備菜でもいいじゃない。そこなんですよ。いや、私も何かあるかな。って探したんですよ。小麦粉と卵とちょっとの野菜があればお好み焼きとか、スパゲティにレトルトのソースがあればそれでいいかな、とか。なんですが、探した時点では、何もなかった、と。そうなんです。いや、探したんですよ。冷蔵庫の隅から隅まで。でもあったのは牛乳とチーズとケチャップとあとは調味料。ああ、買い出ししないと本当に間に合わない状態だったのね。干物とかもなかったの?椎茸とか。あと缶詰とか。それが本当になかったんですよ。ちょっとそういうもの入れてるところが探ささぐったんですけど、お中元にもらったのも、水羊羹とか果物の缶詰とかでご飯にはならないし、だからそこにあったそうめんと、まだ少し残っていた3倍希釈の麺つゆでそれだけでなんとかしようかと。それだけ、なわけね。他の材料は、なし。もしかしていっち、ご飯炊いてない?あ、そうか、そうだったな。いっちもしかして、旦那さんのご飯用意してないってことか?それだけじゃないでしょ。2歳のお子さんってことは、一緒に食べるでしょ?そっちはどうしたの?そうめん、一束しかなかったんですよね。箱買いだったから、もっとあると思ったんですけど。ちょっとこの暑さで記憶も飛んでたんですよね。うわぁ、お子さんの分、作らなかったんだ、かわいそう。ご飯も炊いてないってことは、旦那さんの分の食事も用意できてない。そりゃあいっち、旦那さん怒るよ。まあ、だから実際怒ったんですよ。私のこと無責任だとか、前々からお前はそういうやつだとか、まあ怒ること。これも絶対、今日が暑いせいですよね。暑さって人をおかしくするんですよ。だから私だって今日はおかしかったんですよ。それにそうめんを見た瞬間、私ピピッとひらめいちゃったんですよね。見つけたのは食べろってことだ。って、急に食べたくなったら仕方ないじゃないですか。いや、そこじゃないだろ。問題は、旦那さんとの約束を忘れて一人でお昼を作って食べたことだろ。そうそう、それにお子さんの分は?一食くらい抜いたってそうそう変わりませんよ。この暑さだったら、きっと子供だって食欲湧かないでしょうし。そんなわけないでしょ。子供は特にこういう時期は体壊しやすいのに食べさせないってどうよ。水分補給もちゃんとさせないと熱中症にもなりやすいのに、食べさせなかった。でそっちはどうなの?あ、そういえばどうだったかな。何か夫が言ってた中にそういうこともあったような。いやそれ大事だろ。マジでお子さん熱中症になりかかってたんじゃね?そうだよね。一気がそんなボケボケしてたってことは、エアコンの効きも悪かったとかさ。え、節電大事でしょ?うちのエアコンはだいたいいつも28度ですよ。ほら、省エネで28度だとか言ってるじゃないですか。いやそれは環境省の推奨温度だけどさ、実際一気暑かったんだろ?家の中でもうだうだしているくらいにはさ、そりゃ外はもっと暑かったろうが。そうそう、25度より上だともう熱中症の心配があるっていうし。そうですよね。確かにもっと下げるべきだったかな。でも、そうめん食べたらもう何もする気なくなっちゃって。ああ、外食電話しておけばよかったかな。ウーバー注文とかも浮かばなかったし。いつもだったら買い出しに間に合わなそうな時、利用するんですよね。今回はそれもできなくって。やっぱり暑さのせいですよねー。で、横になってうたた寝しかかってる時に夫が帰ってきたんですよね。待って、それって旦那さん、もしかして、本当に子供さんが熱中症にかかりかけてたから怒ったんじゃない?ん?そうだったのかな?寝ぼけ半分だったんで今一つ覚えてないんだけど。ともかく子供を見ては大騒ぎしてたな。でも静かにしてたし大丈夫じゃない?って言ったんですよね。そしたら黙って冷蔵庫に向かってですね。何言ってんの?静かにしすぎてたらそれはそれで危険だってば。それで旦那さんその後どうしたの?
そうそう、冷蔵庫開けて、その後冷凍庫かな？ともかく保冷剤出したんですよね。あとは救急箱から冷え液垂らして貼ってたような。その後慌てて息子抱いて出てったような。ような、で、だって今いないんですもん。怒鳴りつけて息子抱えて出て行ってしまって。車出して。そこも疑問系かよ。で、まだ帰ってないってのが今ここ。今、夜中だよね。そうなんですよ。夜中になっても連絡してこないんですよ。これってどうです？いや、それはイッチが旦那さんに連絡すべきだろ。そうだよね。どう見てもそれ、旦那さんが子供さんを病院に連れてったんだよ。え、そうなんですか？そんな大げさな。いや、イッチ、大げさってなんだよ。そもそもイッチがそんなボケボケしてるってことは、子供はもっとしんどかったはずだよ。だよね。それに子供の熱中症は怖いんだから。そうなんですか？そうだよ。小さいってことは体重も軽いし、身体に含まれる水分も少ないの。イッチより喉乾くのも早いんだから。後遺症が残ることだってあるし、最悪、死ぬことだってあるんだよ。それならそうと言ってくれればいいのに。言わないと私だってわかりませんよ。そういうのわからないで何が専業主婦なの？子供の世話やご飯の支度がちゃんとできてこそでしょ？今時そういうこと言うなんて信じられない。家事は女だけのものじゃないんですよ。専業主婦だって息抜きは大事じゃないですか。私だっていつもはちゃんとしてるんですよ。夫なんか、自分の好きな仕事に精出してるだけじゃないですか。いや、仕事は好きだけで務まらないだろ。待って、一致箱買いしたって言ってたよね。推しのために。ああ、言ってましたね。もしかして、普段からそういう買い物してたんじゃないの？イベントにもしょっちゅう行くとか。ああ、そういうのありえるよね。だって旦那さん普通と時間帯違うこと多いんだろ。そりゃ行きますよ。夫がいる時はともかく、いない時には行かなくちゃ。その時子供さんどうしてるの？え、連れて行きますよ。もちろん。だってその時だけ保育園に預けるとかしてたら後で怒られるじゃないですか。毎日毎日子供と二人で、なんて息が詰まっちゃいますよ。普段夫に優しく接するためにも推し活は私にとって重要なんです。え、信じられない。推し活にしたって、それ相応のマナーはあるんですよ。子供連れはアウト。え、何言ってるんですか？それって差別じゃないですか？ファンの中に子供がいる人だっているでしょう。母親として言わせてもらうと、大人ばかりの人だかりの中に連れてくのはダメ。推しを持つ身からすれば、いつ騒ぎ出すかわからない子供を連れてくること自体マナー違反。だっていつも会場で止められたりしませんよ。向こう側の行為です。もし騒いだら、その時にはそっと連れ出してくれたりしなかった？そりゃありましたけど、それは向こうのスタッフの仕事でしょ。こっちはお金出すファンですもん。気遣いもしてくれてもいいでしょう。気遣いっていうか、そもそもそんなとこに子供が行くこと自体ストレスだっていうの。イッチは全然子供のこと見てないでしょ。見てますよ。はぁ？見ている人が子供が一食抜いても平気なんて言う？あ、やだやだ。三人子供がいるからって、私にマウント取ってくる気ですね。もういいです。こんなスレも起きません。いや、イッチが立てたスレだろ。別に戻ってこなくてもいいですよ。推しを持つ者の風上にも置けない。でも子供さんは気になるな。大丈夫なのかな？まあ、ああいうタイプは散歩歩いたら忘れる鳥頭だから、また何かあったら戻ってくるさ。そうそう。このようにしてスレ民の忠告をまるで無視して去っていったイッチだったが、10日後、再びスレに戻ってきた。誰かまだこのスレにいますか？お、イッチじゃないか。もう戻ってこないと思ってたんだが。戻ってきたんだ。子供さんは大丈夫だったの？子供はまあ、大丈夫でしたけど。それより聞いてくださいよ。昨日夫が子供を連れて、実家に戻っちゃったんですよ。ああ、やっぱりそうだよな。やっぱりそうってどういうことですか？しかも離婚届まで置いて。イッチはまあそんなことだろうと思ったけど、子供さんは大丈夫だったの？私はそのことだけ気になってた。子供は大丈夫ですよ。ただ一週間ほど入院しましたけど。え、それマジ、熱中症がひどかったってこと？ひどかったかどうか知りませんけど。ともかく退院してからも私によそよそしいやら、自分から保育園探してきて預けるやら、何かこそこそしておかしいと思ったんですけど。いや、それおかしいの範疇超えてるって。しかもこそこそじゃなくて堂々と、イッチは信用できないって言ってるじゃないか。そうなんですか？まあ楽でいいな、と思ってたんですが、昨日、いきなり私に離婚届突きつけてですね。書かないなら裁判でも何でもする。って、そりゃイッチに子供さん任せておけないもの。旦那さん、グッジョブ。グッジョブじゃないですよ。その上をどすんですよ。裁判なんて嫌だって言ったら、じゃあ保護責任者？なんとかってので訴えるって。保護責任者遺棄罪だな。まあ仕方ないな、言われても。え？なんでですか？私はただそうめんを一人で食べてただけですよ。そこに至るまでのイッチの行動に問題がありすぎたんだよ。問題って、
例えば推し活で、結構金使ってたりしてないか？必要経費ですよ。生活の潤いのためです。あなた方も夫と同じこと言うんですね。あ、やっぱり言われたんだ。言われましたよ。突然通帳取り出してきて、どうも私の行動がおかしいから、この間通帳記帳してきたって言うんですよ。それで言うんですよ。お前に任せてたのが間違いだった。で、マイホームのためにも貯めていたはずなのにまるで貯まってない。引き出す金額が多すぎないか？と思ってよく見たら、結構あちこちに振り込みしているって気づいたと。よく見るとその振り込み先がどうもいつも同じ。それで調べてみたんですって。何かネットで簡単にわかったって言うんですよ。バカにしてません。いや普通だろ。というか、それ、推しの事務所関係だろ。なんで家庭の預金から出すんだよそれ。そういうのは自分の通帳から出すのが普通では？うるさいうるさい、必要経費だって言ってるじゃないですか。じゃあそれ旦那さんに言った？言いましたよ。それもこれも全てあなたと子供のためだ。って。そしたら、じゃあなんで子供の様子に気づかないんだ。って言われたろ。それは。しかも家事もきっとおろそかにしてるでしょ。だよな。旦那さんだって食事が時々ウーバーだって気づいてたろ。それに冷蔵庫開けたんでしょ。何も入ってないことにも気づいたはずよね。それにその室温にしたって、暑い中から帰ってきた旦那さんにはどうかな。ピッチだってちょっとは熱中症になりかかってたんじゃね。子供は冷やしちゃいけないって言われてるじゃないですか。何言ってるの？それは冬とかの話でしょ。この恐ろしいまでの残暑の中で冷やさないもへったくれもないじゃない。あ、でもこれで一致がもう子供さんを死活に連れていくこともないんだよね。それはめでたいですな。そうそう。旦那さん、絶対こんな一致みたいな事故中な母親に任せておけないって出て行ったんでしょ。ああよかった。これでかわいそうな目に遭う子供が一人減ったよね。見知らぬ子供でもめでたい。ちょっと待ってくださいよ。それじゃあ私はどうすればいいんですか？どうするもこうするも、離婚に応じるしかないだろ。そうしないと訴えられるんだから。そんなことしたら、私これから働かなくちゃならないじゃないですか。結婚してこの方、ずっと専業主婦だったっていうのに。いやいっち、お前それ働くのさ、単に自分の生活だけじゃなく、慰謝料とか養育費も請求されると思うぞ。なんで？なんでですか？旦那さんがいっちと離婚したい原因がそもそも子供の放置じゃん。そりゃ親権も旦那さんに行くしさ。まあ慰謝料はよくて財産分与で相殺だけど、それでも子供の養育費は請求されるだろうな。旦那さんもそのくらいしないと気が済まないだろ。そんな、私、何のために結婚したんですか？何のためだろうな、こういう勘違い女が多いから、俺、結婚する気起きないんだよね。いやそれは単にお前が。そこは言ってあげますな。人それぞれ、ちゃんと自活できていればいいのですよ。ともかく子供さんにとっていい話になってよかったわよね。私はそれだけ聞きたかっただけだもの。もう消えるわね。待って。うん、これ以上いたって、一致の状況がそう変わるわけでもないしさ。俺も一抜け。マナーの良くない推し活には制裁が必要でしたものね。では私も。まあせいぜい、今まで放っておいた分、ちゃんと子供の養育費を稼ぐんだな。ちょっと待ってくださいよ。この事態をなんとかする方法を聞きたかったのに、みんな言ってしまうなんて、ひどい。こうしてスレミンは一致を見捨て、去っていったのでした。残暑厳しい日、一人だけでそうめんを食べて平気でいたイッチは、それが決定だとなり、夫から離婚を切り出されてしまいました。専業主婦にも息抜きは必要かもしれません。ですが一番大切なものは何なのか見失った結果が今回のイッチの末路でしょう。皆さんは今回の動画を見てどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。